はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠田良でございます。昨日に引き続きしゃっくりが若干出るんですけれども、だいぶ収まってまいりました。抗がん剤の副作用ですね、一昨日やったもんですから、抗がん剤やった途端にですね、便秘になりまして、3日間出ておりません。もらった便秘のあの薬、今晩から飲み出そうかな。そのぐらいで、あとはあの腹痛なんかはない状態で助かっております。共産党はですね、参院選向けの冊子作ったそうであります。まあ、リーフレットっていうかパンフレットとかね。与党になったら天皇制を廃止、そんなことは絶対にしません、続けるかなくすかはあくまで憲法に基づいて国民の総意に委ねると明記したそうであります。ネットの話です。どうせ嘘でしょ。票を増やすためならそのぐらいの嘘はつく。誰が信じるんだよ、そんなバレバレの嘘を。なら透明変えろや。説得力が皆無。選挙対策なのが見え見え。革命のためなら全ての手段が許されるんだから嘘をつくなんて余裕。いざとなったら冊子を作成したやつを粛清すればいいだけだから。全共産主義者に喧嘩売ってんのかな。まあ、あの共産主義者だったらば、まあ、あるまじきことですよね。人間は皆平等と歌ってんだから、なら国会の開会式出ろよ。共産党は公領でですね、皇室打倒を100年間掲げてます。あの決闘以来掲げてます。人民は皆平等っていうのがその理由なんですけど、ここに来て変説したのか、あるいはまあ、あの嘘つくことにしたのか。与党になったら、万が一でもなれないから嘘をついても安心ですね。もし羊が7つの封印を解き、わしが海からん解いて、海から666の印を持つ獣が現れ、世界をめちゃくちゃにして共産党が与党になるようなことがあれば、これが問題になります。まあ、共産党が与党になるって時点で世の中めちゃくちゃなんですけど、国民の総意に委ねるって、明記してあるところが問題になる。天皇の地位を規定する憲法1条にはですね、重大な欠陥が実はあるんですよ。憲法1条、天皇の地位は主権の存する日本国民の総意に基づくっていうところが問題なの。国民投票の結果ですね、王室が廃された国が、この辺、イタリア、ギリシャ、ブルガリア、ベトナム、ガーナ、南アフリカ、ルワンダ、モルジブ、ローデシアなどなど結構たくさんありますね。国民投票の結果でね、国民の総意に基づくつんったらば、投票して白黒つけようじゃない、そういうことにもなりかねない。共産党が与党になって権力を得た暁にはですね、国民投票すらその支配下になるでしょう。だって我々の生命も財産も自由も全部共産党のものになっちまうわけですから、反対する者は殺されるか収容所送りで、投票率 100% 賛成 100% の結果になりそうですね。まるで北朝鮮の選挙みたいなんですけどね。これが念頭にあるから堂々と嘘ついてんじゃねえかと私は睨んでおります。今までの強固な支持者にはですね、本気じゃありません。与党になったら必ず皇室を廃止します。根回し済みかもしれないな。でないとですね、高齢で残り時間のあまりない、未だに革命夢見る支持者が絶望するしね。革命ってそういうもんじゃない、共産主義革命ってそういうもんじゃねえからって共産党に絶望するかもしれないしね。まあ革命のためならどんな手段も許される、なぜなら革命は正しいからつって、殺人すらね正当化する連中が嘘つかない騙さないって考える方が甘いですよ。So sweet 甘いっすよ。共産主義者の言葉は全部うさぐらいに思った方が無難であります。ところで666の印を持つ獣はですね、赤き竜、イコールサタンなんですけど、にその力と権威を与えられており、人々はどうしてこの獣に逆らえようかと嘆いたらしいんですけど、まあね、この獣を
拝むように強制されたらしいんですけど、下の方に赤い竜が書かれてますね。これサタンです。日本共産党に力を与えた赤き竜は中国共産党もしくはソ連共産党ですかね。大元の大元はね、どっちもソ連はなんとなく倒れて、中国共産党も今やばいですけど、数年前の安保法改正阻止を失敗した時にですね、実は中国共産党呆れ果てまして、日本共産党もダメだなつって資金提供途絶えたと聞いてるんで、まあソ連の共産党の脅威ですか、教えを力にしてんのかな、日本共産教団はな、国会地帯戦闘、つまり行政の邪魔して、なるべく遅らして国会の議論も審議も妨害してなるべく遅らせるっていう方法なんかはソ連のマニュアルをまんま踏襲してますしね、例えば何が書いてあるかっていうと、些細なことを大げさに言い立て完全完璧な対処の仕方を求めて、遅らせろみたいなこと書いてありますね。やっぱり共産主義は欧米を見習って非合法化しないといけないな。28日昨日ですね、泉健太立憲代表記者会見、可能な限り参院選女性候補5割を目指すと、ネットの反応です。性別より適正で選べ、女なら何でもいいのか、そういうとこじゃないんだよ。ますます社民党コースが加速、辻元や蓮舫みたいなのが増えたら党にとってはマイナスじゃ、そういうことじゃないって、衆院選にボロ負けしても気づけないのかな。都合の悪い法案審議の際に廊下に動員してセクハラと騒ぎ立てて与党議員を委員会室に入れないようにするための戦略、ありましたね。なんかバリケードを張っちゃってピンクの鉢巻きかなんかしちゃって、辻元とか福島とか蓮舫とかね、やっぱり立憲は結果平等と機会平等っていうの違いが分かってないみたいだな。まあ分かる必要もない支持者向けなんでしょうけどね、都立高校入試で男女同数にするためにですね、入試上位の女子生徒が多数不合格にされてんの知らないのか、成績が悪いですね男子生徒に下駄剥がして数だけ合わせるで問題になってるの知らねえのか。米国の大学入試でですね、合格者の人種の割合が決められちゃってて、優秀な白人が不合格になってる不平等が発生してるの知らないのかな。英国の調査で 86% の女性がね、責任ある役職には就きたくないって回答してんの知らねえのかな。女性でも立候補しやすくしますって言ったらわかりますけど、半分は女性にしたいっていうのは全くわかんないですね。公認する基準はですね、女性を大幅に下げるとしか聞こえませんよ。女だったら何でもいいやとしか聞こえませんよ。これぞ男性冷遇の男女差別ですね。結果平等は全然公平公正でないですからね。男女雇用機会均等法も結果平等を目指したもんではないですね。雇用の機会を公平っていうのを目指したもんだってね。同じ記者会見でですね、1年区は野党候補一本化最大限の努力をすると言ってるが、これ共産党と組むってことでは、共産党に引っ込んでもらうとか、ここはうちが引っ込めますとか、そういうことじゃないの。共産党組むのか組まんのか一体どっちなんだかさっぱりわかんないですね。まあ代表変わっても立憲グダグダで一安心ですよ。なんかマドンナ旋風にしがみついた社民党みたいに早く消えてなくなりそうですねこれね。新潟県警発表、去年外国人犯罪を112件摘発、うちベトナム人によるものが82件で4年連続最多、食うに困って犯罪を繰り返しており、身勝手かつ利欲的な動機に酌量の余地はない、発表になっておりました。支援団体はですね、初めから犯罪目的で来日してるわけではないと苦しい言い訳してますけど、ネットの反応です。支援団体は被害者を虫かよ、なんかね、農作物盗まれた農家のことはどうでもいいのか、だったら支援団体が責任を取れ、結果犯罪してんだから責められて当たり前、
犯罪目的で来ていなくても犯罪を犯しているのを日本のせいにするのか、外国技能実習制度を今すぐやめろと。日本人の給料は上がらないし犯罪増えるしで、実習制度はいい迷惑だわ。まあ実習生、逃げ出した実習生が食いに困って農作物だの家畜だの、あとはあの内輪揉めして外国人同士で刺したの刺されたので結構ありますね。犯罪の技能を習得しに来てるんかと。支援だって初めから犯罪目的で、来日してるわけはない。何を根拠に断言してるのか不明なんですよ。最初から犯罪目的で来てるかもしれないしね。犯罪者支援団体なのがこいつら、年間数千人単位でですね、失踪者出してる実習制度、こんなもん今すぐやめろと思います。初めから労働目的で来てる留学生なんかも弾くためにですね、超優遇やめて、一切補助せず、学費も欧米を見習って、日本人の倍にしろ。欧米ではどこも留学生の学費は倍であります。日本のように生活費から医療費から補助している国なんか一個もありません。留学生一人当たりね、年間380万円税金繰り出てます。学費、生活費、家賃補助、渡航費、医療費、こんなもんまでね。でね、あの日本人の学生には400何万貸して600万取り立てるっていうね。どこがあのどこの国の学生支援機構なんだがさっぱりわかんないですけどね。出馬予定の参院選でこれらを猛烈に訴えます。私は、自主制度今すぐやめろ。年間数千人も失踪者出して、地下にギャング団作られてどうすんだって、もうすでに作られつつありますよね。もう我慢ならんし、あと法的根拠を皆無のね、不公平な外国人生活保護廃止も猛烈に訴えたいと思います。政府の正当性が日本が悪いっていう情けない反日が国是の韓国政府がですね、佐渡金山世界遺産登録に即反発。日本大使を呼びつけ、佐渡金山は朝鮮人強制労働の現場、推薦中止を厳重に求めたそうであります。共同通信、日韓関係はさらに悪化する見通しなんつって、まあ日本の通信社ではないからあっちの立場にとって物書くんだろうな、共同通信はな。ネットの反応です。さらに悪化者にも今が最悪の状況ってことは正解だった。まだ断交に一歩近づいた。断交してもらって構わないんだが、一人で踊ってりゃいいじゃん。断交の方がいいじゃん。断交こそが日本にとって最高の関係改善、最終的不可逆的な約束も守らない国が何言ってんの。中止しようおしまいが、韓国による嫌がらせやプロパガンダは止まらん。なんせ国税ですからね。日本に嫌がらせすんのが国の方針っつんだから、全く呆れ返ります。国益のためにももっと日韓関係を悪化させないと。まああの断交を望む声多数でしたよ。国家の成り立ちからしてですね、仲良くなんか所詮無理なんですよ。1965年の日韓基本条約からやり直したい感じですね。韓国政府の強制労働の現場ってほざくのにはきっちり反論しておかないと。高市政調会長がですね、開発は江戸時代で朝鮮半島関係ないよと言ってくれてますが、テレビじゃなるべく放送しないでしょ、こんなの。ちっとも。仮に強制労働があったとしてもですね、日韓基本条約で問題は全て永久に解決って、言ってんだから、韓国政府は鼻からこれ無視してますよね。日本政府はね、ここら辺、ぎっちりぎっちり反論してですね、嘘つき韓国政府が絶句するまでやっつけた方がいいですね。それによってますます、関係が疎遠になることこそが我々の望みですよ。こんなね、あの敵国と仲良くなんかそもそもできねえから。だって建国理念に日本が悪いっていうのが入ってんだからできっこないですよね。決闘以来反日の共産党赤旗が韓国政府を援護射撃。戦時の朝鮮人強制労働の事実を認めろ。全くどこの政党なんだかね。ネットなんです。言いがかりも花だし、江戸時代限定だっつってのに本当バカ旗。江戸時代から韓国人を徴用してたのかよ。戦時中は対象外だから無関係。給料も福祉ももらってる強制労働者って何？年金もらう強制労働って何なんだよ。証拠を持ってこい。政権取る気がないから共産党は余裕と。全くその通り。全くの余裕で嘘つきまくりなのは、内容が支持者向けであって
外部に何を言われようが気にしないからですね。でね、赤旗はですね、これを理解できない人は全員バカなんです。理解できる支持者こそ頭いいんですっていうようなことを言うんですよね。なんで社会は世間は我々が正しいのに理解してくれないんだ、バカなんだな、自分では何の努力もしない能力もない共産党支持者がですね、共産党支持するだけで赤旗買うだけで他者に対してお手軽に優越感に浸れる効果があります。これがわからない人はバカなんですっていう言葉にはね、これの中毒になってですね、デモだの集会だのに参加する哀れな高齢者のまだまだ多いこと多いこと、本当に哀れです。あんたら共産党に騙されてます。赤旗読み続ける限りですね、この効果は続くんで、まあ自然減を待つしかないんですけどね。隔離収容して洗脳し直しなんて現実的ではないんでね、我々を理解しない人はバカ。この手法はですね、他のカルトほとんどが使う手であります。教団っていうか宗教っぽいって言われてる時とこはほとんど使ってます。我々を信じない人はいずれ地獄が訪れますとか、死んだら地獄に行きますとか、信じない人はバカで哀れですとか、救ってあげなければとか、まあ、詳しくはヨハネ黙示録のあの千年王国思想で検索してみてください。なんでね、あのテレビとかワイドショーとか野党がですね、今の世はダメなんだ、岸田政権はダメなんだって言いまくるか、そう信じさせようとするのかっていう理由が千年王国思想にはバッチリ書いてありますんでね。こういうね、あの検索したりする努力はあっち側の人間は全然しませんので、こっち側の人はですね、まあ、優秀なんで、検索してくれると思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。